はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、生きがい、余暇を持つことは重要なケアとなるということで、認知症ケアにですね、大きな影響を与える生きがいの概念ですとか、認知機能を改善、認知症発症リスク低減がですね、期待できる具体的な余暇活動というところについて、リハビリとケアマネの視点から分かりやすく解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。実は脳の活性化につながる、例えば探求心ですとか冒険心とか追求心なんかのこう知的好奇心を持って楽しみながらその思いを実現することですとか、役割とか目標を持つということがですね、認知症ケアには有効であるということが知られています。ただこれ口で言うのは簡単なんですが、決して容易ではありません。ただこう今できることにしっかり焦点を当てて、より笑顔ですとか元気ですとか安心が生み出されるということを目指すのはやはり大変効果的というふうになってきます。で、今できることというのはやはり人それぞれ違いますので、個々の好みですとか生活歴に合わせて自身で決めたことを実践することですとか、新しいことに自ら積極的に挑戦し人生をより良くしようとするということで、生きがいを得られて幸福を生み出すことができるようになってきます。こういう概念のことを QOL、 クオリティオブライフ、生活の質というふうに呼ぶんですが、この改善がですね、大変重要というふうになってきますので、その結果、例えば社会とのつながりですが、交流が広がってより満足とか充実感を得るということもできますので、これがさらに健康的な生活における人生の何よりの財産というふうになっていきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。で、ここからはこの QOL 改善にもつながる、認知機能改善、認知症発症リスク低減が期待できる具体的な余暇活動についてですね、より掘り下げて解説をさせていただきます。以前、認知症のリスクとフレイルというところで、認知症の発症リスクを高めてしまう危険因子というもののお話をさせていただいたことがあったんですが、それと逆、対になるものとして、実は保護因子というものも実は挙げられてまして、中でも知的活動の促進がいいというふうにされています。具体的には、例えば、将棋や麻雀などを含むボードゲームがありますし、それから、音楽活動、例えば歌ですとかダンスですとか楽器演奏なんかがあります。それから料理ですとか読書、これら4つはですね、認知症の発症リスクの低減ですとか認知機能低下の抑制というところが知られていますし、さらに認知機能の維持改善も含めてですね、期待できるということが最近の研究で明らかになっています。加えてですね、日本国内での研究においては、例えば毎日会話をすることですとか買い物ですとかガーデニングといった活動についてもですね、実は認知症発症リスクが低かったということが報告をされています。で、加えて出ているのは実は自動車の運転です。ただ自動車の運転については、まずは定期検査ですとか服薬状況なんかの確認も含めて、個々の能力をしっかり見極めた上でということがあくまで前提というふうにはなるんですが、あるいは運転の仕方を工夫する、例えば夜は運転しないようにするですとか、セーフティーサポートとか、いわゆるサポカーなんかを積極的に導入するなんていうことで、運転をするということが認知症の発症リスク低減につながったということが実際報告として挙げられています。実は運転をやめてしまうとかえって要介護のリスクが2倍から8倍高くなるなんていうこともありますので、もちろん安全が前提ではあるんですが、こういったところもですね、含めて積極的に取り入れていただければ、これがですね、認知症の発症リスク低下というところにもつながってきますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。